はい、皆さんこんにちは。ファミツアップ編集部のターザンババゾノです。そしてファミツアップ攻略班タイガー桜井です。からのファミツアップ攻略班ヤモです。よろしくお願いします。ということでもう、はい、だってさ、始まってたからさ早っと思ってちょっとね、間違えてスタートしちゃったんですよね。ちょっと僕ね、やっていきますね。焦っちゃう人なんで。じゃこれ何かぐらい。そうそう、今日はあの何でしたっけ、 PCRG みたいな。PCG3 だ。 PCG さん。 PCG さん。 PCG さん。 PCG3。 コンピューターおじいちゃん。なるほどなるほど、そういうことか。もう早速もういろいろ言っとかないと、はい、じゃあ早速いろいろ言ってきます。この PCG さんは、あれですね、あのメインギミックダメージオール、これが非属性で食らって2万ぐらい食らうんで必ず対策しておきたいですね。めちゃくちゃ痛い、めちゃくちゃ多いので絶対 L 字張ってくるし。で、最初にこのですね、こういうあやめちゃん、あやめちゃんがいるんですね。はい、あやめちゃんを先に、倒しましょう。あやめちゃんは、このクエスト通して結構いっぱい出てくるんですけれども、ボスの HP を、まあ、ボスだけじゃないんですけど、ボスの HP を主に回復してきてしまうので、この子を、倒さないとボスがなかなか倒せないという、ね、悪循環に陥ってしまう。よし、一体倒した。OK。なので、あやめちゃんを優先して。これ、あやめちゃんでやってますよね。あやめちゃん、あやめちゃん。あやめちゃんを優先して狙います。そうです。OK、じゃあ、倒し切ります。お願いします。そう、一応今回はパーティーがアトスと大黒天、クシナダ。よし。で、マルチバースト。マルチバースト、ちゃんと助かりしてますよ、私。虹色のマルチバースト。虹色のマルチバースト。今回クエストの難易度がそこまで高くないようなので、一応何ですかね、無課金構成としても、クリアできると思います。あ、ギミック少ないってこと。そうですね、ただフレンドに、アトスやルシファーなどそこら辺のなんだろうな、強力な友情コンボを持ったモンスターを連れていくとクリアできると思います。相手がね、ですね、ロボット族なので、最適は、はい、アグナムと X が最強です。お、最近 X じゃない方、あ、うん、無印アグナ、無印アグナ、ロボットキラー M のアンチダメージオール、そう、魔族キラーもついてる。あ、もうぴったりですね。ここは、もうザコも含めてロボットばっかりなんですよ、はい、なんでもう無双無双もうアグナはマジヤバいです。天下無双っすか。天下無双です。とりあえずこれも下のあやめ、あやめから、はい、あやめから回復してくるんで。でもあれでしょ、アレクサンダーもいいんでしょ。そうですね、進化アレキサンダー、アレキサンダー、そう、進化アレキサンダーが、アンチダメージオールとロボットキラーを持っていると。なんで、頑張って運曲を作った人はもちろん大活躍する運枠となりますし、なるほど、もちろん運曲じゃなくても戦力になります、使えると。お、マルチバースめちゃくちゃなんかカンカンできそうなポジションに行きましたね。おーし、いいぞ、大黒天の電撃。ここ、雑魚が多いんで一応貫通一体いた方がいいと思います、はい、ただ今回はいないです。はい、まあね、ゴリゴリに攻めていくと。アトス、アトス、そうですね、なんで、まあ、ドラえもんとかかな。アトス、あー、アトスまでいけなかった。なかなかね、貫通のダメージオールって少ないんですよね。貫通のダメージオール、まあ、特に人がいなくない、あの、あれは降臨っている、あ、降臨じゃちょっとわかんないな。でも滝夜叉とか言ってるでしょ。そうですね、滝夜叉いいと思います。あ、滝夜叉姫のダメージオールのエナジーサークル、はい、赤身化の方が。これ火のダメージオールの貫通ちょっと何かこう、なんか、なんかいそうだな。なんかいそうだよね。いそう、いそうでいない。そう、いそうでいないんですよ。うん、でも確かに、はい、火のダメージオールってそもそも何がいたっけ。ヒュドラと、ヒュドラと、ガーゴイル。あ、ガーゴイルか。 あ、なんかいる。マリシテンで使うと便利なやつ。マリシテンで使うと便利なやつ、まあドラえもんですよね、まず。あ、ドラえもん。でも降臨って言っていいのか。ドラえもんと、そうです、降臨なんですよ。そう、チェリーとか、シンデレラとかは、もちろん確かにガチャゲンです、ね、ガチャゲンです。素で恥ずかしそうでしたよ。ちょっと、ここもあやめ優先で。そうですね、ここもあやめ優先でお願いします。あ、でもザコからでもいいですよ。あ、反射レーザーは結構痛いので。あ、蘇生じゃないかな。そうですね、蘇生はないので、まあ、ボスを倒すときにあやめを倒してから抜けなきゃいけないっていうことで、ボス、うん、ザコとあやめを倒しつつって感じですね。ちょ、大黒天の電撃ちょっとストールの見せたいな。ちょっと楽だから。和道さん、なんか位置取り雑じゃないですか。いや、雑じゃない。ちょっと雑っす。ちょっとちょっと、じゃあだっていい感じのところにハマっちゃうんだもん。体が勝手にいい感じのところに。よし、あやめを。おお、
わ、お、電撃、電撃伝わってる、気持ち伝わってるよこれ、はい、電撃っす早くない電撃っす、電撃っ す、これ範囲が早かったかよし、これそう、今結構ね、大ダメージ与えたのにもかかわらず結構な回復をされるというね、よし、あと伝えてよ、今はじゃあ、本当はね、そっちに入りたかったその間に入ってガーってやりたかったちょ、危険、危険、危険感じだ意外とこう、手広げてるからさあ、どうする迷いまる先生、迷いまる先生、まさかあー、まあ、ちゃんね、手堅い、手堅いな、今のショットで、次は、あ、これが痛いですよね、このフォーミングが痛い、スタイル、おし、あと、あ、やべ、でも回復2体してくれな、ボスとアヤメが回復、めちゃくちゃ回復、じいさん強いな、意外とこれマルチバーストいい位置にいるんじゃない、お、うら、うわー、おいしょ、左がね、火属性、右が水、あ、このちゃんとキャラがいる方向に出るんですね、そうそうそう、属性が、よし、これも、じゃあ、アトス、アトスバーストでいこう、アトスバースト、あーもう、これひどいね、あーもうすごいアトスバーストよしよしよし、さあボス戦でございます、ここからもね、あやめが強いです、そうそうそう、あや強いで、雑魚も強いんで、ほんと周りから掃除した方が安定すると思います、なるほど、よし、ね、じゃあこれはマジバーストいい位置にいるんだよね、あ、ほんとだ、伝わるなこれ、あ、そうそう、おー、おー、すごい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 、でも回復するんでしょ、オッケーしますね、じゃあこれはさあやってやってください、アメパイセンを電撃でお願いします、電撃でいけ、おー、おー、伝わる、いいっすね、お上もういっぱい倒れた、すげえすげえ、ね、強いね、やっぱ大黒天も、これは反射レーザー、あ、そっちに行ってくれた、あ、これもらってくれた、確かにね、ちょっと今、串灘方面の対話だったんで、ね、お、これいい感じ、これまたマルチバーストの水が水がぶっ刺さる、次は威力、よし、オッケーオッケー、よいしょ、すげえな、でこれはもう簡単な作業ですねあともうあとスレーザー、うん、ぶっ刺すだけですね、ゲージ気をつけて、ゲージ、そう、ここダメージオールが2万だもんね、2万でも大黒天食らったら多分2万5000ぐらいいくね、ああそうかそうか、やられちゃう、そう、大黒天ゲージちょっと早いですよね、ちょっと早い、あ、確かに、わずかに早いですよ、そう、わずかになんか気づかない、これがまたやらしいですよね、そう、だからめちゃくちゃ早かったら逆に集中するのにちょっと早いから油断しちゃうっていう、そうっす、なんか中途半端な油断、え、油断なのか慢心慢心よし、これあやめから、手堅いな、で反射レーザー、これどうしようかな、あやめじゃなくて反射レーザーちょっと減らしたいですね、ちょっとどうしようかな、ちょっとじゃあ回り込む、反射レーザー痛い、あ、なんか1体絶対倒したいんで上のやつ、じゃあ欲しいか、ちょっとじゃあ暴れ気味で、オッケーです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 、で、さて、からのからの、これ難しい、なんかまあでもまあ無難に行くなら反射いいか、まあ、これで2体、2体じゃなくてマルチバーストを拾いながら、うん、あ、なるほど、かな、よしよしよし、オッケー、あ、いい位置行った、これでマルチバーストもまたいい位置、犠牲になる、あ、そっちの方に反射レーザー、反射レーザーが犠牲になる、よいしょ、しかも、まあ、レーザーポジだから、レーザーポジ、あー、これ縦返したくなるけど回復するからな、これはやめ、そうですね、これね、お欲にね、縦返したところで一瞬で回復されてしまうと、あー、イレギュラーバンド、いやー、まあでもダメージ与えられた、そこのフォーミングが痛い、痛い痛い痛い、でもか、とりあえずハートあるので、まあ、ハート管理大事ですかね、そうですね、マルチバーストで取ればいいかな、 OK です、で、これはあやめですかね、これは電撃伝えてあやめ、お、なるほど、電撃、まだいまいち電撃のあれが分かってないんですけど、どうなってるんですかね、開始に最初に15万出て、そっから、まあ、15万だいたい6万、6割ぐらいのダメージが隣隣に伝わってきます、だんだん威力が落ちていく、なんかじゃあ、お、アトスレーザー、あ、しかもあやめも、お、すごい、あ、これ倒したいな、次大黒天から始められるとすごいいいんですよ、あ、あの一掃します、あの雑魚を一掃するし、あの重力バリアがね、うん、ちょっとだけあるんですよ、あ、そうなんです、それを消されるという、なるほど、アトス、あ、アトス、視点ミサイル魔法、アトス強いな、何の実ついてんだこれ、これはね、何の実ついてんだ、見ればわかるよ今ちょっと見れないこの画面見てればわかる、これしかも特 M、 ほらほら、あー、あれね、照明手続き、よし、めちゃくちゃいいじゃん、あ、これどうしますか、ヤクモっていいと思うんですけど、気持ちよくヤクモりたいんだったら、あ、もうでもヤクモるのが無難な気がしますけどね、うん、
これはお任せですね。はい、まあ、まあ見せプレイ、うん、あ、そうですね。はい。なるほど、なるほど、なるほど。これ見せプレイ発動しましたね。見せプレイ発動しましたね。こういうこともあるんだよな。これ、そうですね。そっちでいいですね。なるほど。だめだ。よし。おーし。いいね。大黒天いいね。いいですね。大黒天いい。敵が多いから。じゃあもうこれはね、ベロバラ先生がどうしても決めたいらしいんで。なるほど。はい。じゃあ僕は、僕たちはね。僕たちは雑魚の処理を。雑魚してね。いけ。レイピア。強いな。まあ強い。お。じゃあそっちじゃないんだ。で、これマハカーラをあのアイムの方に両方当たるんでね。世界復しちゃうしね。あー、これもうこんなでしょ。そうですね、アイムの弱点ボーン打ち込みは両方弱点当たんじゃない。いけマハカーラズドーン強い強い100万100万強いな。さあこれでね、ヤロマ先生が決めてくれますよ。お願いします。これ舞台は整いましたね。じゃあ我々活目しとこ。さあどう動くんだろう。しっかり見とこ。あ、ちょっとずつ下がっていくスタイル。なるほど。これプラズマ拾えなくないですか。でもいや大丈夫じゃないですか。いや、これは拾ってくれ。ああもう拾う。強い強い強い。おっ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 。あ、これちゃんと残しててくれたんですよ。やっぱマルチバーストのこれを、ね、バーストを使いたい。バーストを使いたいっていう。うまいな、調整。うまいな、さすがだな。しかもスピードクリアも上手だし。ちょっとじゃあ当て調べよう。お願いします。お願いします。カート木星をストライクショット。ドライクショット。さあ無事ね。いやいや直した。あ、よかった。ね。PC G3。G3 さんね。はい。PC G3。G3。直しちゃったな。よっしゃ。さあ。さあ。お。バラゾンさん拾ってきたぞ。ほら見ろ。おすごい。たま。あ。ありがとうございます。さあというわけで。はい。PC G3 でした。はいはい、はい、ね、なかなか今回周回もね結構早いクエストだと思いますので、はい、初運曲目指す人とかも、うん、いいんじゃないでしょうか。はいはい。あれ、じいさんの能力って何。重力の重力、砲撃型バーティカルレーザーだと思いますね。ほうほう。なんで結構これタケルの運枠にいいんじゃないかなっていう。ああ、なるほど。あ、タケルの運枠、はい、タケルさんね。と山タケル思っております。はいはい、はい。おミヤゴーとグリーンケンチ、フルモル先生とウェットケンチ、バゾンさんとオーブ。おー、ありがとうございます。あ、最近僕はオーブもらいました。パバゾンさんとの絆で。バゾンさんちゃんと僕とマルチしてますからね。まあまあ、別にやってないわけじゃないです。まあ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 、はい、まあまあまあ、いろいろ言われてますからね。やってくれないんだよ。じゃあバゾンさん、バゾンさんのオーブこれにしますね。え、ババゾンさんの、あ、欲しい。1個銀になってる。さあ、今もしかしたらストライクショットって言ったかも。ああ、確かに、もしかしたら今音聞こえてなかった。おー、ルシファーか、これ。あざす。ルシファーじゃねえだろ。よし、じゃあまあまあまあ、強いです。じゃあまあシールドブレイカーね。飛行にシールドブレイカーだからね。はい、で、僕はそこでね。まあ、ババゾンさん、ありがとうございます。ぜひね、バラゾンさんのね、絆はホルスになりました。はい、ということで、いかがだったでしょうか。まあ、結構、本当にね、ちゃんとあやめちゃんを倒していけば、はい、そんなに難しいクエストではないと思うので、うん、まあ、ぜひね、皆さんもチャレンジしてみてくださいねということで、じゃあいつものように大丈夫ですか。大丈夫ですか。ちょっとニューカレドニアから帰ってきたからずっとさ、調子悪いんで。あ、喉も焼けちゃった感じですか。そう、冷やしてください。はい、ということで、いつものように桜井さんの、はい、そう、その辺に PC からご覧の方は登録用のボタンあると思いますんで、ファミツアップチャンネルぜひ登録してみてください。そしてスマートフォンからご覧の方はこの辺に登録用の、ね、URL あると思いますので、そちらからも登録してみてくださいねと。他にもね、ファミツアップチャンネル、面白い動画いっぱいあるんで、ぜひともそちらもご覧ください。では、ご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。